ラフト。そうですね。そうですね。プラフト。ホロ。みなぎってきました。え？奇襲の準備をしていたら奇襲されるなんてね。なあ、攻める手間も省けて好都合だわ。こちらも好都合です。その怒りと焦りを私の頭にぶつけてください。ほら、いくらなんでも無茶が過ぎませんか。これは私のいた世界の風景。どういった仕組みなのでしょう。増援が来るまで時を稼ぐ。そうは問屋が下ろしません。敵が落ち着く前に素早く制圧します。全出力解放します。打ち貫きます。一度引くしかないか。総員準備せよ。連携して守備を固める。喜ばしい限りです。クラフト、もっと積極的に敵にぶつかるべきです。記憶を取り戻したいのでしょ。いえ、衝撃で記憶は取り戻せないかと。私の場合、錬金術のレシピを本に書き込めば少し戻りますが。なるほど。承知した。面白いですね。しかし私には当てはまりそうにありません。見事な戦ぶりだ。いざ参る。頭に衝撃を与えることは物事の一面に過ぎない。この戦いにはきっと別の意図もあるはず。でも敵はあっけにとられ、私たちはここまで潜入できている。ヘレンは記憶以外の何かを敵から知りたいのでは。喜ばしい限りです。打ち貫きます。おとと浮き上がれです。これ以上は危険だ。一時撤退する。増援の要請を。高古の憂いは立つべきです。来た来たぜ。止めましょう。やるな、眩しいじゃねえか。おい、もはや敵陣に切り込むしかない。ナオテラ殿、行きましょう。残りの味方はお任せいたします。これでどうやって飛び出ましたよ。なんとか頑張ってみます。喜ばしい限りです。記憶のチャンスが力を
作り出す。これが私の錬金術。我が闘志、我が魂、これに見よ。任せよ。お願いです、おとなしくしていてください。その間に魔物を倒す方法を探さなくちゃ。魔物？それは一体どのように。言っちゃいけなかったんだ。望み通り頭を攻撃しますから、忘れてください。魔物？彼女たちは何か隠しているようですね。この世界のことはこの世界の人間に。戻ってタマキに尋ねてみましょう。おや、はあ、わかりました。そうですね。承知いたしました。はい。そうですね。なるほど。そうですね。はあ、なるほど。みなぎってきました。あなたたちは知りすぎてしまった。だから消さないとね。信じられません。サヨが化け物を操っているようですね。嫌な予感、的中です。危機的状況であることを認めます。かわいい化け物さんたち、言うことを聞いて。
まだ万全ではないけれど、ね、化け物の兵を操ることくらいなら簡単にできるの。素晴らしいですね。おや、見覚えのある姿ですね。こんなところで会うとは思いませんでした。いいとこ見せちゃうよ。無駄なあがきはやめた方がいいよ。サヨの狙いは分かりませんが、今読みの気持ちではなく間違いなさそうですね。ええ、彼女は途方もない秘密を知っています。なんとか追い詰めて吐かせましょう。素晴らしいですね。作り出す、これが私の霊魂です。いざ参る。わけがないのね。これでも耐えられるかしら。やだ、今だね。マリアさんなのね。どうやらサヨは悪確定です。お腹も急に減ってきました。皆にこのことを伝えに帰りましょう。決して敵には回したくないな。
やるな、眩しいじゃねえか。おい、操られている兵士の様子が変です。さらに味方を増やそうとしているのでは。私まだ遊び足りないの。もう少し相手をしてもらえる。サヨの分身が現れたようです。この窮地どう対応しましょう。障壁は排除しました。いざ先を急ぎましょう。そろそろ見るかしら。彼女は強い。かなりの危機的状況である。記憶の残滓が力を作り出す。これが私の錬金術。しかしイグラフさん、あなたと一緒だからまだ希望は消えていません。奇遇ですね、フォロー。私もそう思っていたところです。素晴らしいですね。錬金術は無双の力を秘めているのです。わあ、さすが。これで私は負けるつもりはありません。ですが万一の時にはあの手紙が役立つはず。その通りです、クラフタ。玉木たちは必ず希望をつないでくれるでしょう。とはいえ母親が敵などと知らせたくありません。できれば私たちでどうにかしたいものです。ここまでたどり着くなんてすごいわ。実はね、あなた方を待っていた人がいるの。お母様の邪魔はさせません。私が相手になります。玉木、何やら様子がおかしいようですが。サヨに操られているのかもしれません。だとすれば準備はいいですね。戦って動きを止めるしかないでしょう。あなたに祝福。大丈夫、怖がる必要はないわ。すぐに終わらせてあげるから。楽しんでね。私も共に。私の大事な娘にひどいことをするのね。私たちの心をもてあそぶとは許せません。あなたは必ず倒します。あなたは何者なのですか。どうしてこのようなことを。それを知ってどうするの。どうせ全て忘れてしまうのに。これが私の錬金術です。ぶっ壊します。物騒ね。あなたたちを殺すのは簡単。でもそれじゃつまらないでしょ。だから大切なものを奪ってあげる。大丈夫か。あなたは、そして私は誰ですか。あなたは、私は妙ですね。思い出せません。私は何なのでしょうか。とてもとても大切なことを忘れているような。
思い出せないなら新たな道を歩めばいい。私と共に来てくれ、英雄よ。